ですが、リーグ優勝の時は東京ドームでした。ファンはぜひ日本一はこの西武ライオンズ球場でと望んでると思うんですが、まあ期待に沿うようにね、いい試合をやっていきたいと思います。今日の1勝で流れがちょっと変わってきたんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。まあ池山とかね、フルターも今日いいところで打ってくれましたし、まあ、ハウエルもまだまだ本調子には戻りませんけれども、まあ、曲がりなりにもホームランが出ましたし、神宮変えれば少し気分一新して、またやれるんじゃないかと、そう期待しておりますけど。爽やかな青空です。神宮球場に興奮が戻ってまいりました。日本シリーズ第6戦、先発ピッチャーはヤクルト荒木大輔、注目の西武は工藤公康と発表されております。ような興奮と緊張感が再び神宮に戻ってまいりました。西武の3勝、ヤクルト2勝で迎えました日本シリーズ第6戦。果たして勝負の神様は今日日本一を決めるのか、あるいは明日まで決めかねるんでしょうか。先発は荒木と工藤と発表されております。放送席をご紹介いたします。この試合の解説は14年前のヤクルト日本一のメンバー大谷昭彦さん、そして日本一は86年西武のユニフォームを着て経験されております田尾康さんです。どうぞお二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。それからですね、ゲストといたしまして千葉ロッテマリーンズ監督八木澤総六さんもお迎えしております。八木澤さん、ちょっとすでに興奮気味でいらっしゃいますが、一つよろしくお願いいたします。よろしくどうぞお願いします。それから今日も副音声でもお楽しみいただきます。副音声の進行役はおなじみ中井美穂アナウンサーです。中井さん、よろしくどうぞ。はい、今日も副音声一部の地域を除きまして日本シリーズバト応援バトルロイヤルということでお送りしていきます。ヤクルト OB の尾花隆夫さん、そして西武 OB の松沼博久さんに今日は伝えていただきたいと思います。どうです、見どころを一言ずつお願いします。僕はね、はい、今日はね、投手戦にはならないと思うんですよね。打撃戦です。西武のね、ピッチャーがちょっと不安なんですよ。工藤、足をね、痛めてますから。はい、これやっぱり系統ですよね、はい、これをちょっと見てみたいですね。尾花さん、いかがでしょう。僕もね、松沼さんと同じように、とにかく西武、ヤクルトの打撃陣がね、どれだけその投手陣をカバーできるかっていうところが今日のポイントだと思うんですけどね。はい、今日も応援バトルロイヤル、よろしくお願いいたします。はい、ということで副音声の方も非常に好評でございます。こちらの方でもお楽しみいただきたいと思います。さて、それでは今日の第6戦への伏線となります。これまでの5戦をここで振り返ってみたいと思います。まずは幕開けの1戦2戦から振り返ります。さて、第1戦3対3の同点に迎えました。同点で迎えました延長12回、代打杉浦がシリーズ史上初の代打サヨナラ満塁ホームランを打ちまして7対3、ヤクルトが先勝です。劇的な幕開けでした日本シリーズ。そして迎えました第2戦、荒木と角の投手戦。しかし6回にご覧の清原が好投、荒木からレフトスタンドにツーランホームラン、2対0西武の勝ち。投げては角が素晴らしいピッチング、そして塩崎好リリーフ、2対0で2戦は西武がものにしています。ということなんですが、まず第1戦を振り返りたいと思います。第1戦は杉浦のあの劇的ホームラン、大谷さん、はい、大谷さん涙ぐんだんじゃないですか、このシーンは。そうですね、まあそこでね、杉浦がもう本当一振りでね、まあ、ヤクルトらしいっていう感じの、はい、まあ、あの決め方でしたけども、でもやっぱりその陰には岡林の好投ですよ ね、 なるほどね。これでこのシリーズヤクルトのピッチャーいけるなっていう感じをね、はい、他の人たちみんな与えましたよね。169球の力投でしたね、はいはい。はい、それから第2戦ですが、これは田尾さん、はい、もう一振りで決まったという試合になりましたね。もう清原は一振りですね、それまで荒木の緩いカーブを打ちあぐねていたんですけども、はい、やっと清原が捉えたというね、そういうゲームでしたね、はい。ただ清原は4戦5戦ちょっとヒットがないんですが、このあたり田尾さん、どうご覧になってますか。まあ、でも大きい試合は強いですし、まあ、今日明日、今日で決まるかも分かりませんけども、はい、また打つでしょうね。そうですか、はい、はい。さて、それでは今度は西武球場に舞台を移しました3戦から5戦までの試合を振り返ってみたいと思います。まず第3戦です。両石井の先発で始まりました。
2対1で迎えました8回、西武が一挙4点を取って試合を決めた試合です。石井が1失点の素晴らしい完投勝利で第3戦目は6対1西武が勝っています。そして第4戦ヤクルト岡林、西武渡辺富夫の先発で始まりました。ヤクルト先発岡林力投するも4回に秋山が放ったホームランが結局決勝点になりました。第4戦は1対0西武が3勝目でこれで王手をかけました。そして第5戦壮絶な試合となりました。6対0とリードされた西武が7回に結局追いつきました。そのデストラーデのホームランで7回に結局追いつきました。そして延長10回の表、池山が西武4番手塩崎から決勝ホームランを放って7対6ヤクルトは勝ちました。ということで非常に緊張感あふれるシリーズとなっております。第3戦をちょっと振り返ってみたいと思いますが、第3戦は八木沢監督ご覧になったんですね。はい、見ました。はい、どんな印象を持ちですか。とっても、ね、いい試合だったんですが、はい。8回の7回ですか、広沢がホームランを打って、2対1にしまして、はい。これ追い上げムーブだったんですが、8回にリリーフした伊藤がですね、満塁で大塚にデッドボールしましたですね。はいはい、もう全てこれがもう勝負決めたゲームだと思うんですね。そうですか。もうこれ、はい、本当に痛いデッドボールだと思うんですね。あ、そうですか。はい。ということでその第3戦は6対1で西武が勝っているんですが、さあ第4戦ですが、松沼さん、はい、これは1対0という本当に投手戦になりましたがね。渡辺富夫だったんですよね、はい、ですからこういう締まったゲームにはならないんじゃないかと思いましたけども、やはり継投ですよね、はい、でやっぱり2番手の、ね、香取が5回3分の2を、ね、ものすごいいいピッチングしたんですよ。そうでしたね。ですからもしかしたら負けるゲームをこう拾ったっていうのは、ね、これは大きいゲームだったですね。はい、そして、第5戦です。おとといの試合、これはもう小原さん、はい、壮絶な試合になりましたね。そうですね、ヤクルトとすればね、こうヤクルトらしいゲームだったと思うんですよね、はい、一発で始まってこう一発で締めるというね、打撃陣もそうですけども、投手陣もヒヤヒヤしながらもね、はい、なんとかこう継投でしのいでいったというシーズンそのままのこうヤクルトらしさが出た試合じゃなかったかなと思うんですよね。あ、そうですか。そうしますと、5戦のヤクルトの勝ち方は、今日明日への勢いと見てよろしいんでしょうか。勢いづくにはね、やっぱり打つべき人が打ってますしね。はい、そうですか。はい、ということで第5戦まで振り返りました。これで西武の3勝、ヤクルトの2勝で、勝負の舞台はこの神宮球場、超満員に膨れ上がりました神宮球場に戻ってきたわけであります。まだ西武は当然王手をかけているんですが、もし今日ヤクルトが勝って第7戦までもつれるということになりますと、過去の日本シリーズのデータによりますと、ヤクルトの優勝確率は7割7分4厘という、まあ、これは数字だけですが高い確率になるわけです。その上でも第6戦、今日の第6戦は当然注目されるということになります。その第6戦の今日の見どころを CM の後お伝えしてまいります。知っている、心が動くと全てが動く。美しい味がある、上質を知る人のネスカフェゴールドブレンド。始まっちゃうよ。ご飯はコシヒカリ、鶏はパリッと有明さん、おにぎりならオーソン。ジョアが変わった、もっとおいしくおしゃれに、新しいジョア誕生。変わった、夜なんて朝すっきり。中外腸薬再流はスクラルファートの働きで荒れた胃を守ります。夜飲む、食感に飲む中外腸薬再流、よく効きます。中外製薬。すぐに流せて白髪にカラー、普通のリンスと同じに使える50秒のブローネに濃いブラウン、濃いグレー、ますます目立たなくなるわよ。ブローネカラーインリンス50。
ゼロゼロ押したらハッピーハッピー。日本テレコムに入ったら当たっちゃったのよ。ハッピーゴロネコ。ゼロゼロ押したらいいでしょう。ゼロゼロ押したらハッピー。日本テレコム。さてあと17分少々でプレーボールがかかります。ご覧のように今場内ではスターティングメンバーが紹介されておりますが、何と言いましても今日のヤクルトの先発とこの西武打線ということが注目されるんですが、ご覧のように今日は2番に大塚が入っております。平野ではなくて大塚が入っておりまして、田辺が7番、8番が伊藤という打線です。さあ八木沢さん、はい、今日の荒木対西武打線のポイントはどのあたりにお受けをいらっしゃいますか。もう荒木君の緩急でしょうね。荒木の緩急、西武打線は割と一本調子に強いですから、いかに緩急を使うかが大きなポイントになるんじゃないでしょうか。そうですか、はい。個人的に名前を挙げるとすればやはり清原ということになるんでしょうかね。そうですね、まあ、このクリーンアップはですね、どの人も一発持ってますんで、はい、まあ、清原と言わずに、もう3人これはもう要注意だと思いますね。そうですか、はい。田尾さん、はい、どうでしょうか、荒木対西武打線ですがね、はい、そうですね、荒木が2戦目でしたかね、好投してますので、はい、今日も好投するんじゃないかなっていう気はしてます。そうですか、はい。田尾さん、この荒木のですね、はい、カーブあるいはストレート、このカーブの位置付けは、ね、どういう具合にバッターとしては腕の振りがまっすぐとそう変わらないぐらい その速さがあるわけですよ、はい。その中であの緩い球が来るわけなんですね、ですからそのバッターからするとどうしてもあの腕の振りにごまかされて、はい、ちょっと体 の重心が前に行っちゃうっていうね。あ、なるほど。そういうことが多いと思いますね、はい。さてそれではですね、一方のヤクルト打線対工藤公康ということに今度は話題を移したいと思いますが、これがスワローズの今日のスターティングメンバーです。まあ、工藤が予想されたんですが、2番には左の新井が入っていますが、ご覧のように8番に偵察メンバーを使っております。失礼、7番に偵察メンバーを使っています。7番にピッチャーの内藤が入っておりますが、ここにライトの土橋あたりが入るんでしょうか、ということになると思いますが、工藤公康ですが、大谷さん、はい、この工藤公康果たして大丈夫なのかということになるんですが ね、そうですね。もうこれは西武のベンチもヤクルトのベンチも同じことを考えると思うんですよね。要はやっぱり香取、塩崎につなぐ1番手という感じなんですよね、はい。でヤクルトからすると荒木が放ってる間に抑えてる間にね、西武の先発を早く潰してヤクルトペースに持ってきたい。じゃあ後半はもういいピッチャーが西武控えてますもんね、はいはい。まあ、左のふくらはぎを痛めておりまして、まあ、今回日本シリーズでは初登板というこの工藤、果たしてそのあたりがどうなのか。まあ、野村監督は工藤だろう、1に工藤、2に香取あたりかなということを予想していましたが、工藤でやってまいりました。左足ふくらはぎは回復状態はどうなんでしょうか。さてそれではですね、ここで両チームの試合前の表情あたりを聞いてみたいと思いますが、今日のベンチサイド情報、ヤクルトサイドはまず陣内アナウンサーですが、陣内さん。はい、一塁側です。はい、お願いします。今日のスワローズなんですがね、8時半にバスで到着しまして、野村監督9時10分頃に、一塁側のベンチに姿を現しました。はい、第一声がですね、天気がいいなと、ええ、さすがにあの第5戦に、西武に競り勝ってですね、本拠地神宮に戻ってきただけに、まあ、監督それから選手もですね、第5戦の試合開始前の表情とは全く変わりまして、はい、かなりリラックスした感じでしたね、はい。で試合前に、選手に話を2人ほど伺っておりますので、それをご覧ください。はい、やっぱりね、今日もいい試合を。そうですね、まあ、とりあえず一生懸命やって、いい結果を残したいと思うんですけども、チームの雰囲気もあるでしょ。やっぱり西武に勝って本拠地に戻ってきた、はい、かなりこうガラッと変わってきたんじゃないですか。そうですね、まあ、気分は乗ってると思いますね、みんな。今日逆王手でいきたいですか。逆王手ね、なるようになります。頑張ってください、はい。陣内さん、はいはい、監督は柏で打ってましたからね。そうなんですよ、
で、口数はですね、はい、まあ、監督も選手もあまり多くはないんですが、表情はかなり和らいでてですね、はい、今日のこの試合にかかる意気込みが大いに感じられますね。そうですか、はい、はい、どうも、はい、分かりました。今度はですね、西武の方の首脳陣の表情を取材しました松倉アナウンサーですが、松倉さん、はい、西武ライオンズは石毛を中心にグラウンド入りしました。選手たちは口を揃えて2つのうち1つ勝つという考え方じゃなくて、今日必ず勝ってシリーズ V を決めたいと言ってますね、はい、でクロエヘッドなんですがね、先発の荒木はインコースを見せ球にして、アウトコースへのスライダー、それから抜いたカーブ、これで来るだろうと。で抜いたカーブ対策としてね、少しバッターボックスの前、つまりピッチャー寄りに立たせることを考えていると思います、ね、なるほど。これは第3戦でしたか、荒木が投げましたね、その時も実際にね、途中から前に少し立たせたんですって、はい、そしたらキャッチャーのね、古田がねストレートのサインを多く出すようになったというんですね。でミーティングではね、秋山田辺を名指しでね、野村監督の野球としてはね、短期決戦の場合には苦手なコースを打たれるまでこれでもかこれでもかとついてくることが間違いないと、はい、だからそこを待っているようにという指示を出したそうです。そうですか、はい、森監督は注目の核についてはね、このシリーズは投げさせるつもりはありませんとはっきり言いました。わかりました、はい、で第4戦はね、渡辺香取塩崎のリリーフオンパレードだったんですけれども、今日は第6戦リリーフオンパレード第2弾となるだろうなと、こういうことも言ってましたよ。そうですか、リリーフオンパレード第2弾はどうでしょうか。さてということで試合開始時間が近づいてまいりました。それではここでですね、皆さんにですね、今日の注目プレイヤーを一人ずつ挙げていただきたいと思います。足場にお送りしたいと思いますが、八木沢監督から伺いましょうか、はい、今日はポイントどの、はい、工藤ですね。工藤ですね、はい、はい、はい、故障でですね、ちょっと心配なところがありますので、どの程度投げれるか、これをまず注目したいと思います、はい、それから大谷さんは、はい、僕は清原です、はい、ヤクルトのピッチャーが清原を今日も抑えればいい戦いができると思います、はい、そして田尾さん、はい、ポイントは誰でしょう。香取です。香取、工藤は早い回で多分変わると思いますので、2番手に投げる香取が、どれだけいいピッチングができるか。2番手香取のポイント、はいはい、さて松沼さん、はい、ですね、第5戦にもし清原が打っていれば、まあ、胴上げ決まったわけですよ、ですから今日は頑張って打ってもらって胴上げが見たいなと、こういうところですよ。はい、それから小原さん、はい、ポイントは誰でしょうか。僕は古田です。リード、そして打撃と両面においてね、ピッチャーをいかに助けられるかなというところがポイントになると思うんで、古田にしました。はい、そして最後に非常に野球に厳しい中井美穂アナウンサー。私の前おまけですけれども、私は荒木投手、そして古田捕手とのバッテリーを上げたいと思います。あと飯田選手の足も非常に期待したいんですけれども、はい、じゃあ3人ですか、はい、結構貪欲でございます、というわけで、皆さんに、ポイントになる選手を挙げていただきました。さあ、興奮が近づいてまいりました。大谷さん、はい、今日はね、何点勝負になりますかね。僕はまあ 3,4 点だと思いますけどね。 3,4 点勝負、ヤクルト勝つなら、まあ、やっぱり7点ぐらい欲しいですね。ヤクルト勝つなら7点、はい、田尾さん、何点勝負あたり予想されますか。いや、僕は西武の打撃陣が荒木をからそんなに点取れないと思うんですよ。ほうほう、ですからヤクルトの勝つチャンスもかなり高いと思いますね。そうですか、はい、そうするとこの時点で田尾さんの予感は明日までもつれ込みそうだなということになるんでしょうか。そうですね、3勝3敗になって、そこからのそのライオンズのね、本当の強さっていうのを見たいなって気がしますけどね。はは、ライオンズの本当の強さをご存知の八木沢さん、はい、八木沢さんはこの試合どう予想されますか。5点が境じゃないかなと思います。5点が境、はい、工藤と荒木、まあ、工藤は早めに香取スイッチということでよろしいんでしょうかね。足の状態でしょうね、はい、ということで、間もなくプレーボールがかかります。日本シリーズ第6戦はこの後すぐ12時25分から、ご覧のメンバーでお送りしてまいりますが、追い詰められたヤクルトが気迫で明日に決着を持ち越すのか、あるいは西武が王者の意地を見せるんでしょうか。工藤公康と荒木大輔の先発、いよいよ興奮が迫ってまいりました。プレーボールまであと10分です。87年、日本一まであと1人。
突如清原が涙を流し始めた。視線の先には王監督、清原が人前で見せた2度目の涙であった。91年王手をかけられた西武は代打鈴木康友の一振りで逆王手、日本シリーズ連覇へ望みをつないだ。そして64年、腕も折りようとばかりに投げ続けたスタンカは敵地甲子園で完封勝利。そのスタンカにヤクルト岡林の姿がダブる。ここまで西武の3勝2敗、一気に決めるか森西武、踏みとどまるか野村ヤクルト、第6戦のドラマが今幕を開ける。この放送はキリン、おいしさの世界を創造する日華ウイスキー、日産自動車、日立建機、パイオニア、日清、三共株式会社の提供でお送りします。92年プロ野球日本シリーズもいよいよクライマックスを迎えました。さて神宮球場から第6回戦日本シリーズ第6回戦の模様をお伝えしてまいります。またまたヤクルトスワローズ対西武ライオンズ、西武ライオンズが3勝と王手をかけて臨みます。この神宮球場での第6戦、いつものように西武サイドといたしまして松沼さん、そしてヤクルトサイドとしまして小花さんと一緒にお送りしていきたいと思います。さていよいよ神宮戻ってきましたね。小花さん、本当にどうなることかと思ってましたけどね。第5戦はね、ヤクルトらしさが出た試合で、本当に神宮に戻ってきてよかったですよ。そうでしたね。本当にこの日本シリーズは打ち合いになるんじゃないかという予想が多かった中で、そうなんですね。比較的に地味な投手戦、地味なということもないですが、力のこもった投手戦でした。そして、まあ、ヤクルトの投手陣が本当にね、なんかこう戦前を反発するかのように頑張りましたからね。それから、さて松沼さん、はい、まあ、胴上げは今日か、もしくは明日かという方の注目されました。左腕の工藤が予想されました。今日は工藤の調子が分からないんですよ、まっすぐ。だからね、ちょっと展開読めないんですけども、ただ第4戦で渡辺が飛んでるのね、これはやっぱりコントロール悪くて、2戦に先発しました。荒木しっかり勝ってたんで、1週間ぶりの明日って言いましたけど、やっぱり今日にしましょうか。そうですか、はい、まあ本当に工藤投手の左ふくらはぎの状態がどうなのかというのが、あまり報道されていない。フィールディングがちょっと危ないというのですね。両チームのピッチャーが報道してるというのがね、はい、やっぱり一番大きな原因だと思いますね。あんまり良くないね。マークができてますよ。そうです。でも本人は 60% って言ってましたからね。タオさん、日本一は86年最後のユニフォームを着て、あと 20% はヤクルトの頻打と言ったんですけども、その時の当たってきたんでね、前になりますけど、ちょっと怖いですね。今鮮明に見えてます。選手、ハーベル選手、そして古田選手といった昔ではちょっと不審だった選手たちが戻ってきましたから、危険な予想ですが、非常に楽しみです。さあ、荒木投手が今、真っ青なマウンドの上に上がろうかというところなんですが、この上がる瞬間っていうのは、小田さん、もう選手ってどんな気持ちなんですか？なんかやっぱりね、抑えてやろうっていう気持ちはもちろんあるんですけどね、でもやっぱりゲームをこう壊してはいけないなっていうね、そういう気分がありますよね。そしてこれだけのお客様が荒木投手に向かってものすごく応援をする、拍手をするメガホンを出す、こういうのっていうのは届くんですか？いや、やっぱりね、その声援っていうのは耳に入りますからね、なんか心強いですよね。今日は荒木投手のピッチングが2回になりましたので、ライオンズというチームは2回当たったピッチャーは2回ともそうですね。ところがね、岡林の抑えられてるんですよね、2試合ともね。これが困ったことね、だから嫌な予感はしないでもないんですよね。松本さんから見られると、この荒木投手を崩すポイントというのはどこにあるんでしょう？そうですね、やっぱりあの緩急をね、使っているんでしょ。だから、緩いボールをね、ボール球をね、結構打ってるんですよね。ですから、それを打たなければ、なんとかなるんじゃないかなって思ってるんですけどね。荒木投手ももう苦しい中から這い上がってきましたが、キャプテン本人のことではあまりこう動揺し
しないというか、気持ちが非常にこう落ち着いているような感じですね。やっぱりね、僕地獄を見たところっていうか、ずっとこうもう肩を痛めてて、秋の強い日差しです。やっぱりね、そこから這い上がってきたピッチャー、選手はね、やっぱり強いもんがね、持ってますよね。そうですよね。さあ、何と言いましても、ラインたちの姿が、ね、今ちょっと見えましたけれども、今日はパリディス選手が、この立ち上がりですね、そうですね、第5戦に続きまして、セカンドに入りました。割とコントロールがいいピッチャーですので、ライトも偵察入れてましたけど、そう大きくはないと思うんですが、割とスーパーセントは絞り球を絞ってきますんでね、5戦この2人がね、それにはまらないようにしていけばですね、活躍しましたので、だから今日も、そうしますと大谷さん、当然のことですが、古田のこのあたりリードが大きなポイントになりますね。やっぱり7番、8番とかね、彼が活躍すると上位にね、回りますので、得点能力がぐっと高まると思うんですよね。だからその辺のところ、清原あたりはやられてますね。辻にしてもそうですけどね。そしてライオンズの方は、1番辻選手、そして2番平野選手ではなく、大塚選手を入れてきました。そうなんですよね。ケンちゃん今日やってみたいな話ですね。デスラーデがこうね、やっぱりすぐ使わなくちゃいけないんで、やっぱりライトのポジションに大塚がね、最近いいんですよね。そうですね。ラッキーボーイですね。はい。だからやっぱり一応使ってますけどね。もうすでに球場商売人に当然の高得点が出ています。そうですかね。さあ緊張の1球目荒木。さあいよいよ辻選手がバッターボックスに入りました。辻選手、日本シリーズの成績は23打数5安打ということで、今一つ秋の爽やかな風です。そうなんですね。でもちょっと良くなってきましたよ。今日期待して見てみましょう。さあ注目の第1球です。新藤本がプレーボールを制しまして1球目、いきなり初球からいきなり辻が打って出ました。そうですね、やっぱり1回対戦してるっていうことで、大体分かってると思うんですよね。本来あまり初球打たないんだけど、西武の1番コンビ、今日はこの辻が1番で2番に大塚が入っています。スタンドの方にという感じで見たいんですけどね。まあでもなんかいつも辻選手よりも今日はかなり積極的に打っているという感じが、この1球で覗いたようにですけれども、さあ続いて第2球は、さあこれはピッチャー強襲となりました。いきなりノーアウトランナー出ました、西武ライオンズ。割とこう簡単にというのではないでしょうけれども、柳澤さん今シーズン監督になられた時ですね、対西武対策として今セーブを封じるには1番の辻、2番の平野、1番コンビを封じることとおっしゃってましたがね。そういうように辻の場合はですね、しつこいランナーで始まりますので、これを出すとちょっと厄介なんですね。マンナーズを取るとホッとするって、ですから本当は出さない方がいいんですけど。さあそして今日は平野ではありませんので、2番にご覧の大塚が入りました。出たからといってそう慌てる必要はないと思いますし、まあ西武の攻撃というのはね、もう決まって送りバントっていうね、分かってますから、もうこれは当然ワンアウト二塁というものを頭の中で入れて、次のね、まあピッチングというのも考えていると思います。まだバントの構えはしていません。今日は2番に大塚選手が入っています。まあやっぱりでもね、その2番平野じゃないというところがね、平野だとまあやっぱ 100% このバント成功させるなっていう、そういう感じありますけどもね。大塚がね、若い大塚がね、どういうふうにここでバントができるかですよね。盗塁一つマークしています。まあそういう意味でもちょっと内野手がプレッシャーかけてほしいですよね。ここでバント体系を取ってね、その通り、なんとなくそういうところがヤクルトちょっと荒いっていう感じしますよね。西武の方はもうそういうところに非常に長けてますよね。さあ送りバントが決まりました。それでワンアウトランナー二塁、予定だきました。バントに送りましたね。そうでしたね。プレッシャーかけて1球ぐらいファールしたのかなと思いますけども、なかなか、まあそういう話では当然のことですよね。今なくとも先取点というところで、いや僕もね、今年はまあ1球様子見るとかね、1塁3塁、1塁手3塁手がね、思い切って出てきてプレッシャーをかけるかなと思ったんですけども、この日本シリーズは余裕もなければ危機感もないと語っています。あまり、ね、監督思い切ったバント守備を取らないかということを考えればね、まあ、普段の守りかなという感じがしますよね。さあそしてバッターボックス3番の秋山選手が入りました。秋山選手は第4戦で岡林投手からたった1球のあのホームランで岡林投手は泣いたわけですけれども、まあ、あの失投を見逃さなかったのはやっぱりね、さすがだなという感じはしましたけどもね。かなりあれでリラックスできたんじゃないかと思いますけれども、周りにね、割と練習の時にも秋山選手は出てこなかったと言われて、まあでも今とにかく荒木としてはね、今のカーブの切れはどうですか。そうですね、あまり良くないと思いますね。そうですか。まあ今日も
まず第1打席をね、はい、完全に抑えると、あ、今日もいけるなっていう気分になると思うんで、ね、この打席結構大事だと思いますよ。キャッチャー古田、ランナーを2塁に何を投げますか。秋山選手です。外に構えています古田。ボールを見て追い込まれちゃったんですか。いや、そうですね、今なんか山田両方外れたような感じでしたね、ちょっと、木村杉本追い込まれました。このシリーズ第4戦、岡林から決勝のホームランを放っています秋山。今までのところ選手点はほとんどセーブライオンズが秋山ですが、1戦だけですね、第5戦でした。ハウエルがねホームラン打って、そうでしたね。田尾さん、はい、秋山の調子、はい、はどうご覧になってますか、このシリーズは。そうですね、まあ、とにかく前半はひどかったですね、それでやっと一発出ましたよね、はい、1対0で勝ったゲームでしたけど、今日は西武ライオンズの応援も非常に上りも、ね、たくさん持ってましたし、旗も揺れてましたし、まあ、彼もう胴上げ見るぞという、ね、お客様が詰めかけております。神宮球場です。なんかこの打席見てましてね、まだなんか集中力っていう点でちょっと、さあ秋山選手ツーランと秋山らしくないかなって気がしますね。はい、トゥーランインサイド2-2。今日は慎重ですね。今は外にスライダーかなと来るのかなと思ったんですけどね、インコースカーブ、ストレート、シュート、丁寧でちょっとこう打ちづらいかなっていう信号かなと思うんですよね。それからスライダー、フォーク、丁寧に放られるっていうのが一番打つ方としては嫌なんですか。嫌ですね。同じボールを、ね、続けてくれるとね、すごく楽なんですよね。やっぱり残像っていうのが残ってますから、はい、2&2。そこはもう古田節との息で打ち上げました。勝利していくんでしょう。さあパリディ選手が高く手を上げて飛び出した。これで2アウト。かなり眩しそうですね、今のパリディ選手のグローブの上げ方なんかを見ると、もうそんなに眩しい球場なんですね。この神宮はね、ちょうどセンターに向かってね、これからこう日が当たるんで、ヤシとしては見づらいと思いますよね。ずっと見てましたけど、ちょっとこう引っ張りの気持ちが強く出てるスイングだなって気がするんですよ。そうですね。ですからなんかそういう中でも無理やりちょっと左中間方向に持っていこうっていうようなね、ちょっとヘッドの出方がそういう感じしますね。そうですか。さあ、そしてバッターボックス清原です。もう本当の看板ですからね、1週間前の日曜日、清原にとっては憧れの一番にます。打つんですよね。そうですね。ですから今日今チャンスですからね、おそらく打つんじゃないかなと思ってますけども、なんといっても第2戦荒木投手からツーランホームラン、これが決定打になりましたから。そうですね、外側の荒木対清原1球目アウトローのボールだったんだけどもね、外にカーブ、こういう時というのはバッテリーはかなり慎重に攻めるなきゃいけないですけれども、やっぱりまず今なんかカーブでね、注目されましたけれども、そうですね、変化球を待ってるのか、それともインサイドのね、ストレートを待ってるのかっていうことがわからないわけですから、はい、そしてその荒木の得意球を、特に第2戦にホームランされてますからね、はい、高めの速い球にバター打たれると嫌だなっていう気持ちがあってのは、今1球目の、ね、様子を伺ったと思うんですけどね。あと2球目はバット、今のはカーブがこの辺がね、キャッチャー古田のその観察力って言いますかね、というのだと思うんですよ。小林さん、1球2球カーブですね。そうですね、まあ、ないものを出たりしても仕方ありませんのでね、ランナーを2塁に背負ってバッターボックス清原選手、バットを取ってインコースを思い切ってボール気味でいくっていう、ね、清原選手は第5戦でいいところで本当に打てませんでしたから、今日にかける意気込みというのはかなりあるでしょうね。1回の表ツーアウトランナーセカンド、先制のセーブライオンズチャンスです。バッティングというよりはね、スイングに出ました。バッテリーがうまく攻めました。いや本当にショーマインのスタンドです。いい攻めをしましたよ。清原の、ね、バッティングフォームが崩れたんじゃなくてね、相手に崩されてるんですよね。だからね、今2球目ですかね、ストレートワンとなりましたけど、はい、あれが1、2点の攻めの頭の中には次の球ね、どういうのを迷ってますね。やっぱり今の球が一番速い球ですから、この球が半分あるでしょうね。その中でそのカーブの緩い球をどう打ち打っていこうかなということだと思いますね。そうですよね、まあ、インコース、アウトコース、高め、低めね、まっすぐ系と変化球というふうに五分五分にいつもこう捨ておけば楽ですよね。はい、さあこれはカーブの選手が取りまして、これでスリアとランナーは1人出しましたけれども、
で出場しただけで終わっています。上々の立ち上がりですね。いやー、ひどい当たりだったね。プロフェッショナルベースボール keeping you satisfied with Japan Series。日本シリーズヤクルトスワローズ対西武ライオンズの第6回戦、マウンドに立ちますのは工藤投手です。西武ライオンズの今日の先発ピッチャーは本当に意外、誰に聞いても誰だかわからないという答えが返ってきたんですが、蓋を開けてみると工藤投手です。防御率 3.52、 しかしながらこの日本シリーズ前の練習に練習で左足のふくらはぎを食べました。投げるのはね、ほぼ完全のマウンドまではいかないですけど、9月29日の日本ハム戦以来ということになります。今日は工藤が一番嫌がっているのはバント攻めじゃないかなと思うんですよね。揺さぶられたらね、やっぱり柳沢さんは去年まで西武ライオンズの故障再発っていうのがね、ありえると思うんですよね。非常にこの工藤表情もね、非常にスコット、初球行きの抑えない感じの工藤投手で日本シリーズできれば、ね、満面の笑みっていう、よしあしのバロメーターはまずどんなところに置きましょうか。やっぱり足の感がね、一応こうにもね、ちょっと見てますね。今、ね、さすがって、ウルーが切れらんぷりと工藤がないと、いい球放ってないですよ。これはね、当然弱点をついていくっていうのは攻撃の基本ですからね。ちょっと見てみますとですね、ちょっとダルソーかなっていう感じしますね。そうですか、はい、ヤクルトの場合は問題ですよ ね、 さあね、初球はセーフティーバントを見せましたが、2球目もバントの構えから見逃した。強打線なんか今みたいにね、確保されるだけでもね、前にこう出してきたりしますからね、これだけでも随分とね、効果あるんですよね。に対してですね、プレート板から早く離れてしまうと、軸足が早く離れてしまうと、ちょっと状態作り気味、弱気になってしまうので、はい、その辺の踏ん張りが効くかどうかですね。そうですね、はい、そのあたりはどうでしょうか。ツーナッシングと追い込んでいます。ツーナッシングと追い込んでいますが、今田野さん、1、2球はですね、はい、やはり当然のごとく飯田がこのバントの構えで、ふくらはぎを痛めている工藤を揺さぶっていますね。今の場合ですね、このロコになると思いますね。これはもう飯田らしいですよね。もっとね、躍動感があるんですよね、工藤はね。通算打率は2球目と見られませんが、3割ちょうどの飯田。やっぱりどこか気になっていると、今のボール踏ん張りはどうですか。ちょっとやっぱり突っ込みすぎじゃないでしょうか。突っ込みすぎですか、まあ、それまで行かないんじゃないですか。やっぱり気になって、その故障箇所に意識がね、すごく低いと思うんですよね。高くなってしまうんですね、はい、そうすると低めいかなくなってしまうわけです。さあ、飯田選手が打ちましたが、これは大塚選手が右ですが、フェアグラウンドで取りました。ライトのファールフライです。まず不安な立ち上がりですが、今のワンアウトを取りました。大したことないですね。そうですか。気のせいですよ、多分。これは大谷さん、ストレートですね。そうですね、工藤投手の今、ピッチングフォーム出てますけど、まあ、の方が詰まらされたっていう感じですけどもね、はい、あの左足の蹴りっていうのかな、この方も八木沢さん、どう分析されますか。蹴ってるっていうんですかね。もうちょっと残ったらいいと思うんですけどね。そうですか、はい、はい、さあ2人目は新井です。2番バッター新井選手も同じくバントの構えから入りました。新井が行ってました。今この新井は右ふくらはぎ痛なんですが、このシリーズは17痛いけど、あと2試合です。切れても頑張ります。あと2試合だけですから、この辺りにヤクルトスワローズが今日明日にかける執念、気迫というものが感じられます。あとあとこうガクッとくるっていうね、意外と効いてるっていう。さあ、ノーツー。やはり1番の飯田、そして2番の新井と左ふくらはぎ中の工藤を揺さぶって出ます。バントの構えから入っています。新井というチームはもう守備が非常にいいですね。長がいない選手としてね、日本シリーズ出場、ちょっと外の人では崩れていかないという強さはあるんじゃないですか。でも不安いっぱいなんですね。あの今あの三塁側のブルペンでね、もうピッチャーがもうすでに投げ始めてますからね。もう工藤もスノージンもうっすらと汗が含めています。すごく不安視してるんですよね。今日はいかに継投策で逃げ切るかという西武ライオンズの方はそういう攻めだろうというふうに皆さんおっしゃってますけれども、やっぱり香取投手、塩崎投手、はい、球のスピードはですね、今日はね、香取と頭で頼むじゃないかというんですね。そうですか、エンジンかかってくるのが3回ぐらいからですけども、この間の運営挽回という形で出てきました。これでもうちょっと早くはなると思うんですけどね、はい、そうでしたら、あっとフォアボール、工藤もランナーを許します。ワンアウトでランナーが1塁に行きました。まあ、今日はね、とにかくあの継投になるのは間違いないんですけども、まあ西武として明日のことを考えればね、自滅が一番石井と塩崎は残しておきたいと、はい、その他でね、
なんとか今日戦っていこうと、まあ、その中で勝機があれば塩崎をつぎ込むぞというね、そんな形だと思うんですよね。だからヤクルトとしてはね、はい、とにかくこの先発、まあ、今工藤ですけどもね、はい、その後に来る渡辺さんとかね、日本シリーズ3割1分8厘の試合までの打率です。その辺のところでもうとにかく早く早く取っておかないとね。まあだから今日はかなり分はヤクルトにあるでしょう。相当疲れているという野村監督です。そうですね、まあ、昨日の練習も休ませたかったんですが、まあ、でもやっぱりやってみなきゃね、わかんないから、その辺はちょっと期待したんですけども、やっぱり工藤のね、本当に状態がどんなもんかというのは早くね、見つけてみたいというかね。ワンアウト一塁に新井選手がいます。そして迎えるバッターは古田選手。マウンド上の工藤は古田選手もやっと最高スピードは143キロとマークされています。やっぱりね、この第5戦なんか形を崩れながらもこうヒットにねしてたんで、まあ、あれが出てくればね、その古田の良さっていうものが出てくると思うんですね。カード落ちました。セカンドランナー、これはダブルプレーになりました。ダブルプレーです。真正面に飛んじゃいましたね。ヤクルトスワローズワンアウトからランナーを出しましたが、古田の当たりがセカンドライナー、ダブルプレーで工藤も1回の表、ランナー1回の裏ランナー許しましたが逃れています。新井選手が飛び出しました。プロフェッショナルベースボールキーピングサティスファイウィズジャパンシリーズ。これから2打席目3打第6戦西武ライオンズが大手をかけて臨みました。この神宮球場の第6戦なんですが、1回の表そして裏ともランナーは出したんですけれども、きっちりと秋の日差しの中で迎えました。両者とも踏ん張ったという形なんですが、2回目のイニングを迎えます。マウンド上の荒木大輔、本当に西武ライオンズの打線っていうのは切っても切っても怖いところから始まりますね。いやでもヤクルトもね、本当に怖いですよ。そうですね、4割4分4厘です。ホームラン3本、だってシーズン中は西武ライオンズよりもヤクルトの方がホームランすごいんですからね。そうなんですね。しかしながら大谷さん、1回の表裏ともにランナーを出したんですが、両チームとも得点にはなりません。非常に緊張のスタートになりましたね。そうですね、まだなんとなくもうちょっと見てみないと大きいことは言えない。自分のペースで漏れてますよね。そうですか。ただ工藤の方はもう本当にもう1回1回見てみないとわからないという感じでね、まだ崩れる要素を残してますね。そうですか。今のコースに伊藤さん、カーブが決まりますと、これは大きいですね。そうですね、デストラーデは弱いカーブにまだ合ってませんよね。ここまでになるだろうとね、多分思ってたと思うんですけども、1戦目で岡林のね、初球のスライダーをね、ものの見事にホームランされたでしょ。あれでちょっとね、そのファール取れないんじゃないかという形でね、ハイビジョン、ハイスピードカメラの映像でご覧いただいておりますが、だから逆にそのアウトコース行って踏み込まれて打たれてるっていうね、ことが多いんで、フォーム的にも大谷さん問題ないですね。そうですね、やっぱり変化球でねファウル打たせるぐらいの気持ちでいった方がいいなとは思うんですけどね。今度は外、さあカウントは 2-2 となりました。田さん、今の外のボール、はい、ということを考えると、次にここまでご覧になって荒木投手はどうですか、落ち着いてますね。低めにボール球のカーブを打ってくるんじゃないかなっていう気がします。ボール球のね、今日はもともと強いですしね、プレッシャーに押しつぶされるようなことはないですよ。まあ、シーズン同様のピッチングはしてますね、ここまで、うん、そうですね、今引っ張りましたがファウルです。バッターのデストラーデ、ね、このシリーズ第5戦までの通算打率は4割4分4厘、ホームラン3本、やはり一発の怖さを見せつけております。そんな気持ちで投げてると思いますんでね。高野投手がやっぱり同じようなことをおっしゃってましたね。1ヶ月ぐらい、8月の末ぐらいに1回投げて、カーブ主体に攻めています荒木ですが、先発なかったんですけど、投げたと、ね、1ヶ月ぐらいじゃこれで2-3になりました、言ってましたね。小屋さん、ここでもやはり最後はカーブとなるんでしょうか。荒木投手、本当に表情が、ね、まあ、外国人選手の場合は 2-3 の方が必ず振ってくれますからね。第2戦で本当に打たれた時だけはがっくりと膝をついて、あの時はね、いいんですか、あれが入るのっていう感じですからね。それをストライク取らなきゃと思って放るとやっぱり長打くいますよね。はい、さあ 2-3 です。さあデストラーデ選手がフルカウントです。まっすぐできました、ファウルです。
田尾さん、はい、ストレート来ましたね。今まで不思議とデストランデ選手がホームラン打つと負けてるんですよ、ね、ね、やっぱり打ちづらい球をどういうカウントからでも投げさせるキャッチャーなんですよね。ダメですよ、松田さん知らないふりしちゃう。まあ、今のはファウルですよ。黙ってたら結構知ってますね。でもこうそういうのって、はい、内心ちょっと嫌だなって思うもんです。それとも別に、まあ、自分のホームランでいい試合に接戦まで持ち込んだんだからって思うもん。今度は古田何を出したか、どうなんですかね。でもやっぱり試合を盛り上げてますからね、一応ね。ちょっと荒木の顔が歪みました。荒木投手と古田捕手のバッテリーがノーアウトのランナーが出ました。なんでという感じ、審判の方にちょっと低そ振りを見せましたが、どうでしょう、見てみましょう。 いいところですよ、本当にね。ネストレーネがね、見送ったというのも手が出なかったですね。ちょっと曲がりきらなかったっていう感じですけどもね。はい、荒木って意外とコントロールがいいと思ってるんですよね。あの審判の方も、の石毛ですから、あの今の逆球に近いんですよね。ここは柳澤さん、ここもやはり送っていくんでしょうね。振りだと思います。アウトコースいっぱいだったんですね。逆球、それを逆球っていうんですね。ですからね、それをこう目でちょっとこの試合がこの石毛にとっては通算55試合目の日本シリーズということになります。イメージっていうのは相当あるんですね、あのピッチャーは。例えば小原さんなんかでも絶対そうですよね。コントロールのいいピッチャーだからちょっと外れるとボールにしちゃおうとか。だったと思いますが、どうでしょうか。僕はね、逆にもう本当にキャンプの時にね、審判の人についてもらって、僕はコントロールいいんだよっていうのを見てもらって、だからちょっとずつこう外に投げる練習をしながらね、今のも入ってますよっていうね。あ、なるほど。だから小原イコールコントロールいいっていうことをね、まず知らせておいて。このシリーズの両ベンチの監督、まあ外見的に比べますと、いやもう松田さんは高めのストレートでね、勝負できましたからね。ヤンプスがまず、しかし共に現役時代はマスク越しに逆球を取っていた2人です。常にさあ、今のはそういえば昨日プロ野球ニュースのパリーグベストナインを選ぶときに田尾さんが余計なことをおっしゃって、ね、コントロールの悪いピッチャーうまくリードする、僕の方からちょっと照れちゃいましたけどね。映ってます、照れてるっていうか、ちょっとムッとなさった顔が。ノーアウトランナーは一塁、2回の表の西武ライオンズの攻撃。ちょっと違う話題で盛り上がってしまいました。ここはチームリーダーの石毛選手がバッターボックスに入りました。あ、ヒッティングですね。まあ、この石毛選手の存在っていうのは、本当に両チームにとって、西武にとっては心強い、ヤクルトにとっては、これはこの人がいなかったらもっともろかったかもしれないと思わせるのに十分な選手ですね。まあ、もしうまくいけばエンドランの形式、本当にね、ヒットという形にピッチャーがピンチになった時でもね、さりげなく、そして一番早くね、マウンドに行ってこういろんな指示を上げたり、ノーアウトランナー一塁バッター石毛、トゥーナッシングです。ああいうのさりげなくやるところにね、リーダーらしいなっていうところ、まあ僕らから見ればね、思うんですけどね。今日はミーティングの前に必ず石毛選手の一言がね、入るそうなんですけれども、はい、何をおっしゃったんでしょうね。なんで知ってるのかと思っちゃいますね。田尾さんはこのマウンド上の荒木ですね、ここまでの立ち上がりの荒木の状態はどうご覧になりますか。何でしたっけ、まだ冷静に燃えてとか、そういうのとしては、そういうことをおっしゃる。その差はないっていう、熱くなる、しかしそうですね、冷静にか、難しいですよね。ツーストライク、ワンボール。さあ、ツーワン。マウンド上の荒木は2度の右打ちことになれば、かなりね、考えなきゃ言えないですからね。絶望の引き方が今年の10月3日、4年5ヶ月ぶりの白星を挙げました。鮮やかな撮影を見せました。マウンド上の荒木大輔、日本シリーズ2度目のマウンドであります。キャンプにいらっしゃったり、時間がたくさんありますからね。移動の時に本読んでる方とかね、漫画雑誌読んでる方もいらっしゃいますが、さあ、これヒットになりました。この右打ち、レフト前、ノーアウトランナーは2塁1塁。ゲストの八木沢さん、このバッティングを森監督期待したんですね。そうだと思いますけどね。ノーアウトランナーは二塁一塁です。ライト前ですね。これは大家さん、もう右狙いと初めから見てよろしいですね。これ石毛のバッティングですが、石毛はツーストライク捉えたからね、はい、やっぱり右に気持ちを向けましたよね。そうですね。何を打ったんですか。シュートですね。シュートですね。さあ、これでノーアウトランナーは二塁一塁、ね、西武ライオンズの先制のチャンスが広がります。荒木のタイプは苦しいんですよね。荒木
荒木投手の変化球とどのぐらいの種類投げられるんですか。あのまっすぐシュートカーブスライダーフォークですね。でももう基本的には、はい、あのシュートと、はい、スライダーカーブね、この辺でそして両コーナーの揺さぶりですね。ラストバッターの工藤とこの後甲斐なんですが、柳澤さん今度はどうしましょう。そうですね、やはりこれは送りたいところだと思うんですけども、とってもいいと思うんですね。シュートを思い切って、投げれるということなんですね。バッターですので、打っても3人で、ヒット1本というつもりで、行けばいいと思うんですけども、まあ、森監督がちょっと来るんじゃないかなと思うんですけどね。さあどうでしょうか。ノーアウト2塁1塁です。はい、休憩制しました。この後は田辺の後は8番の伊藤とそしてラストバッターピッチャーの工藤。球場ですよね。リーチがないですよね。だからねちょっとよく読めないんですけどもこういう場面というのは万能ですよ。ワンアウトランナーセカンドのピンチを逃れました。マウンド上の荒木大輔監督としては難しいと思うんですよね。2回目にピッチャー8番9番に回っていくんでノーアウトランナー2塁1塁、まあ、あのセリーグの感覚からすればここは何とかしてそのバッターに右狙いで、そういう形を取るのが多いですけどね。田辺バントの構え引きました見逃し、まあ、でも森監督の考えからしてねとにかく伊藤に任せるか。今のはバッターの田辺が、うんね、伊藤に任せるしかないもんね。引きましたが考えるかどうかなんですよ問題はね。今のは、あれはバントの意思はあったんでしょうか。セリーグあのデストラーデの動きを見てましたら、バントのサインが出てたんじゃないかなっていう気がしましたね。そうですか。かなりリードオフの段を切っておりましたしね。このあのパリーグでしたらここで大体 100% なんですね。フォアストの広沢のダッシュが田辺の目に入ったと思うんですよ、ね、はい、なるほど。それで一つ見送ったと思います。8番9番で結構ね、すごいバッターがいますから、そうですよね。西武に例を取ってみれば9番にこの本当は田辺がね、そうですよね、3割バッターですからね、はい、日本シリーズそれを言いたかったですね。何はね、3割バッターが9番にいるほど西武は強いぞっていうこと。西武ライオンズ2回の表、ね、おっとこれは完全に空振りのバント。これは完全に田辺選手っていうのはバントを嫌いなんですか。バントに出ましたがこれは空振りでトゥーランスイング。あのバントするときね、あのバットのヘッドがね結構下がってやるから、ね、ですが空振りがあるんですよ。今でも空振りしたんだけど、実はでもよく飛び出せなかったなと思うんですよね。知ってるんじゃないですか。下手なの。そうそうそうかもしれませんね。今のわざと空振りすみませんでした。なんか打ちたいのになっていうそんな感じなかったですか。中にで一応まず8割以上バントイングということになりますね。でもそんなことはないと思いますよ。この大事な日本シリーズでね。これ次っていうのはやっぱりバントで来るだとしたら1球もう少し追い込まれていいと思いますけどね。1球ね、思われたら三振ですから、ね、バントがちょっとここは測りにくいところですね。まあ今ツーストライクからバントのサイン出すほどバントが上手ければ今のやってますからね。 その前にね、確かにそうですね。これはパスボールになりました。リストラーズ選手と石毛選手がそれぞれ進塁してノーアウト2塁3塁。公式記録はワイルドピッチと発表されました。なんかこういうシーンをね、あのシーズン中によく見ちゃいましたから。バント以上の西武ライオンズにとってはチャンスということになります。今のはワイルドピッチですか。ノーアウトランナーは2塁3塁。どうでしょう、大谷さん、ちょっと荒木立ち上がり、ね、もう一つ自分でコントロールが一つかなと悩んでるんでしょうかね。そうですね、あのカーブがね、こう流れが俺とも行ってんのかなっていう思わせるような悪口でしたね、今ね。指に引っかかりすぎたんですね。そうですね、ゴールでいいっていう気持ちが強すぎたんじゃないかと思いますね。なんか言いたくなるようなね、ワイルドピッチでしたね。その球です、ショートバウンド。どうですか、大谷さん、今のキャッチャー、この辺ですかね。ワイルドピッチをしてしまった後の、ね、まあ、ランナーがね、でも大和田さんそうはおっしゃってながらビクビクしてそんな気がしましたね。ピンチですがまずは1人。うわでも今のは三振に取りました。 いいボールですね。ただ本当はあれをボールにしたかったのワイルドピッチのね、決まりましたけども、今絡めしたよりもそこまで引っ張りいかなくてよかったですね。踏み投げてね、そうですか、追い込まれてましたしね、外野フライ
でもいいわけですから、やはりセンターから右中間方面に、気持ちがあれば、全力でね、やらなかったと思いましたけどね。はい、今のはカーブ狙ってたんですよね。はい、9番の工藤ですからね。さあ、バッターは8番の伊藤です。内野が前進守備。まあ、その前にスクンダーとランナーは2塁3塁。おっと、危ない。やや球道が定まりません。マウンド上の荒木。球場のお客様も今のボールで、うわ、すかさず池山がマウンドに歩み寄りました。ちょっとこう声が、ね、出てました。2人続けてワイルドピッチでね、声をかけました池山。いい点を与えるとね、一番辛いですよね。ランナーは2塁3塁、勢いづかしちゃうんで。先制のチャンスが続きます。西武ライオンズ、バッター8番の伊藤。池山選手が荒木投手のところにちょっと寄ってって、伊藤の打撃は上り調子なんですよね。はい、だからここはもう本当丁寧にコース投げ分けていかないと、ヤクルトは危ないですよね。しかも第2戦荒木に対しては2打数2安打でした。その伊藤です。これは低めいっぱいカーブ。今144キロぐらいです。低めいっぱいカーブです。画面に144キロぐらいって出たようです。いや、間違いいいですよね。間違いいい。僕は114キロって見えたんです。じゃあ114キロですね。コースに決まっています。そんなに速くないですもんね。カーブで140キロ見えたらたまらないですよね。あんまり喋らない方がいいかもしれませんね。喋っていただかないとね、無口ですからね、みんなね。これどうしても試合見てしまうんですよね。本当にね、ちょっと見入っちゃって、よく分かんないことがあるんでね。今日は副音声だから、まあ、その辺はちょっと許してもらって。あっと、際どいがボール。八木澤さん、荒木も際どいところに放ってるんですがね。そうですね。外のコントロールが今日は審判はパシフィックリーグの藤本、ね、外なんですか。インコースは割と、ボールこの審判は結構上手いですよ。大きく使ってますけど、この審判はヘッドが効くわけですから、外に藤本さんは上手いです。移動するときにちょっと甘めになってる。大体上手いっていうのはね、そうですか。ピッチャーに有利に取ってくれるっていうね、そういうのがありますよね。それもあるけども、きっちりとしてね、優先に優柔不断なことはしないですよね。取ったり取らなかったりするのがいますからね。あるいは伊藤がカーブをイメージしていたか。それが一番嫌なんですよね。さっき取ったのに今度取らなかったですからね。これ全部カーブ狙いですね。そうですね。よく合わせ技っていうのは、さっきちょっときつめに取っちゃったから、カーブが1つストライクでしたからね。今度ちょっと、はい、そうなんだかなと思うような、ちょっと何ていうの、微妙なところも取ってあげる、合わせて1本みたいな。あるんですよね。あるんですよね。ゴブゴブ。さあどうでしょうか。ワンアウトランナー2塁3塁、2回の表、ライオンズ先制のチャンス。一応近いから目標じゃないですか。そうすると、じゃあそうかなって思う審判の人もいますからね。低めに外れます。ああ、でも荒木投手が先日の、ね、第2戦のようなピッチングよりはやっぱりならない、今日は出てますから。ちょっとなんかこう、いつもよりも思い切りの良さよりも今日慎重になりすぎてるかなっていう感じを受けますね。少々のボール球でも振りに行きますから、アウトに取る確率も少し高くなると思います。今日の中6日でね、荒木の方ではね、2点、3点の間に1回雨で1日伸びたり、それがね、よく荒木にとってはいい、でも工藤もバッティングいいですからね、休養になったと思うんですよね。さあ、2、3、ワンアウト2塁3塁、2、3、 2、3、 2、 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 3、  2、 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 3、
ンアウトですが二塁三塁です。シュートできました。田尾さん、今のバッティングはどうでしょうか。ピッチャーがバッターボックスに立っているときって、まあね、やっぱり相手の配球を読む力にかけてたりしないですか。いいコースですよね。ボールも、ボールもいい。やっぱりある程度その配球を読みながらの バッターボックスだと思いますよね。同じ27番をつけました。伊藤星と古田選手、キャッチャーだけは抑えたい。今のファールキャッチャーに打たれるとリードもすごく良くなるから、ね、勝ち目ありそうですけどね。大体それは試合前に見てよく言いますよね、はい、そうですか。よく僕は言われますよ。どうかな、本当にそうですか。実際にやっぱりもっと外のカーブできましたが、ね、目に外れました。さあこれフォアボールになりました。ワンアウト満塁です。西武大チャンスを迎えました。そしてスワローズ大ピンチ、工藤投手に。ここでしかし打順がピッチャーの工藤ということなんですが、
いや、工藤自身はそんなプレッシャーかかんないんだけども、ただそういう時に八木澤さんするためにはやっぱり足首とかやっぱり踏み切らなきゃいけないんで、なかなか複雑な心境でしょうがね。今の左足のふくらはぎね、これまた痛めの恐れがあるから、あまりシーズン中打ってませんので、三振するのかなと思うんだけども、まあ、あの西武の投手の中でもトップクラスですので、これあの工藤はバッティングはですね、そうですか、非常にあのいいもの持ってますね。ただ油断して荒木君が放るとですね、昨日打たれますのでね、決してやっぱりピッチャーと思わずに打者と思って放らなくちゃいけないですね。はい、ワンアウトフルベースです。あとはあの足が悪いということでね、ピッチャーの工藤、まあ、ちょっと内野抜けそうで、普通なら内野安打かなっていうところもね、本当に必死で、飛び込んだりしていかないとね。サーブ、ストライク。大谷さん、はい、日頃バッティングをしていないこのピッチャーがバッターボックス、これ特別な組み立て方って何ですか？このケースはヤクルトとすればシュートをかけさせてできたら決断ですよね。工藤の足も悪いですし、みんなにあの次のこの次はそらくシュートでいくと思うんですけどね。まだ満塁の方がね。あ、そうですね。はい、1番の辻まで回したくないんですよね。まあ、1球目ちょっとスイングしましたけれども、そうですかね。2球目は見送りました。ここでバッテリーとしてはダブルプレーね、できたら一番それがいいわけですよね。まあ、その次が三振ということになりますけどね。以上ランナーを埋めています。なかなか定まらないんですね。2回の表のライオンズの攻撃、ワンアウトフルベース。形っていうのはずっとバッターはクドウ、ブラングと荒木追い込みました。外誘いますがボールです。そうですね、ここまでの組み立て方は完全に大谷さんも内野ゴロ、ダブルプレーというイメージですね。9人の1人ですから最悪なんですが、低めですけどもね、気分転換にもあるんじゃないですか。楽しみなんですよ。どうでしょうね、4球同じ打ち回転でも何度か入りましたけども、何とか打ちたいなと思ってね、入るんです。結局は打てないんですけども、でもプロの球をね、打った、うわー今ちょっと話がありましたよね。内野安打のねえ、十分じゃないですか今のは。いや、今ね、池山が騙されたんじゃないですか。池山と三遊間の三遊間がそうですよ。僕なんか打った瞬間ダブルプレーだと思いましたよね。僕もそう思いましたね。これは3塁からランナー帰りました。エストラーデホームを駆け抜けました。池山選手がもう一度、池山セカンドに今のは直線的に走ったでしょ。あの横に動きじゃないんですね。あのアンテシフトとかいうのだと横に動きますけど、直線的に走れてるからまだ先行走れたんですよ。でも今のあの池山の下からのトスはちょっと長すぎたと思いますけどね。ずっと回されてましたね。トスでないよね。全然引きずってないじゃないですか。いや、そんなことないですけどね。はい、こんなところにさあ1点をライオンズが先行しました。なおも2アウトですが、でも今のはもうね、ダブルプレーというところ1点取りましたか。1番に帰った辻、まあ、問題はとにかく1点で抑えておかなきゃいけないですね。そうですか、はい、そして先ほど第1打席でヒットを打たれました辻選手に回ってきます。八木澤さん、先ほどの工藤に対するバッテリーはもうこれはもう計算通りと見てよろしいんですね。これが一番いいと思うんですね。点数が1点入って、まあ、6、4、3という形ですけど、ちょっとやっぱ足が痛いというのは満塁から1点差じゃないかなと思うんですけど、そうですか、確実にこう点で止めてしまわないとグルグル行きそうな、そういう雰囲気になってしまうんですね。1、2、3塁です。ピッチャーで荒木選手のところに行きましたが、スリーアウト。ナイスプレーですね。今のは慌ててしまうところですよね。まあ、この回1点は入りましたけれども、セーブライオンズ1点先行です。ヤクルトスワローズの攻撃は4番の広沢克己選手から始まります。今の当たりですが、いや、いいプレーだ今の。でもグローブの出し方うまいですよ。完全にセンター前ですからね。手首が高いですよね。あっぱれ、あっぱれ、ええ、はい。あ、これ後が落ち着いてますよね。普通ハチハチになって終わっちゃうんですけどね。慌ててね、非常に行ってね、満塁と大ピンチを背負いました荒木でありますが、ランナーあれだけ背負っていながら落ち着いたプレーができる西武ライオンズ、2回の表1点を先行でやります。
エネルギー。キリンラガービール。Nel prossimo viaggio in Giappone vorrei visitare Kyoto in auto. 星とアクセスしながら目的地をセッティング。初めての街でも知らない道でもクルージングは流れるようだ。サテライトクルージングシステム GPS ビューは新登場。ガロッツェリー by Pioneer。 Dopo Suzuka vorrei guidare di nuovo a Kyoto。2回の裏のヤクルトスワローズの攻撃は4番のグランの広沢克美から始まります。そういう走っただ、ただ走っただけですから、ピッチングにこの回影響があるわけじゃないんですよね。いや、ありますよ。あ、そういうもんなんですか。はい、カーブから入りました。にしてみたらね、はい、全力で走ったのは確か9月の30日ぐらいですからね。三沢さんの話ですと、どちらかといえばスロースターターというこの駆動、そうですね、それがやってないから余計息が上がって、マウントでもやっぱり細かくなります。呼吸が荒いんですね。呼吸が細かくなりますので、さあ2回の表西武ライオンズが1点を取りました。この回は広沢選手からの攻撃です。これは外れました。バッターの広沢ですが、このシリーズ第3戦に足を取ってはいますが、まあ、シーズン中に比べますとシリーズに入ってからちょっとこのシリーズ振らないですね。少なくなっています。そうなんですよね。あのシーズン後半もね、ちょっとあの優勝争いをしている中で不調だったんでね、まあ、広沢の場合ちょっと考え込むと結構長引くんですよね。だからあまり考えすぎない方がね、広沢のバッティングは良くなると思うんですけどね。私たちが持っている広沢選手のイメージって、まあ、明るくて、はい、なんていうのか、おおらかでというイメージが、ね、非常に多いんですけど、そうですね、まあ、豪快っていう感じを、ね、受けるんですけども、でも多少やっぱりコントロールに今一つまだいいものが出てませんね。そうですか、はい、さあ 2-3 どうでしょうか。ここでまた先頭バッターを歩かせるということになりますと、もう一人にとっては一番嫌なケースということになりますが、いやそんなことないと思うんだけどな。思い切って振って出ましたが、スイングアウトの三振。いいボールですね。 2-3 でね、なんか全力疾走した後から豪快なスイングでしたがね、ちょっと良くなってる。なんかバットは下から出てますね。だからどうしましょう、こんなね、いいピッチングされたらヤクルトさん困っちゃいますよね。急に松村さんの元気が出てきましたね。あの約束違反だなっていう感じするんですけどね。そう、今日はね、あの今日は不利なんですけどもね。ちょっと広さんは何やってもあれ1点選手って今いないのちょっとじゃなくて、ね、かなりですね。そうですか、はい、またもや先生からセーブライオンズがパウエルはどうでしょうか。ご覧のようにまだ日本シリーズの打率は通算で1割です。パウエル選手この20打数2安打っていうのはあんまりな数字ですよ。ただし、おとといの第5戦、徹底的に渡辺弱いところをね、スリーランホームランを放っています。されてますからね。セントラルリーグ2冠王の意地を見せました、パウエル。まあ、第5戦ではスリーランホームラン、先制点となりますが、スリーランホームラン打ちましたが、その前の、今投げたの1キロと出ました。徹底して攻められてますよね。あそこは全然ダメですか。ダメなんですよ。あそこからもうちょっと高いところはね、これはもうちょっと高いところはもう、このファンデルに対する攻めですね、大谷さん、はい、この日本シリーズあれがね、135キロぐらいだと打てるんですよ。攻めが決まってるんですね。そうですね、あの特に今投げた2球目のね、このインコースの高めの球なんですよね。これそういうところをね、どんどん来られるもんですからね。まだそのそこをね、ちゃんとコントロールできるこのコース陣、やっぱりすごいなと思いますけどね。うんと、球を切ります。ああ、ハウエル選手はご家族が、ね、来日してまして、お父さんがあまりにも4打席連続、まあ、前の試合から数えて5打席連続三振を見て、そうそう、ま、なんと神宮で泣き出してしまった。そうですね、このシリーズはあの右の脇がちょっと甘くなってるなっていう感じがするんですよね。パパがあまりにも打たないと泣いたのを見て、はい、もう少しこう締まった状態で、いかんと思って、
少し立ってましたよね。シーズン中シングアウトの三振、2者連続三振取りました。工藤三振ですから、どうしてもバットのヘッドが、あのいい時よりは下から出ちゃうというような感じですね。きちっと来てますね、はい。まあ、今のもハイビジョンハイスピードカメラの映像でご覧いただきました。力を認めざるを得ないですね。工藤はこれかなり上り調子と見てよろしいんでしょうか。そうですね、それと前の回ですね、ショートゴロ打ちまして一塁に全力疾走したと思うんですね。これで足が何ともないんでですね、だいぶ自信がついたんじゃないでしょうかね。ラッキーでしたよね。本当にあの古田の当たりが正面ついたでしょ。セカンド正面で、ここでほっとできません。結局ダブルプレーで3人止まりということになりました。ここでほっとすることはできません。さあ、バッターボックスには池山選手、第5戦で思いっきりホームランを打ちまして、これでクリーンナップ揃い踏み、ホームラン揃い踏みということになったんですが、外へ変化球外れています。バッターの池山は西武に王手をかけられての一昨日の第5戦、延長10回鮮やかな決勝ホームランを放ちました。でも本当は神宮池山選手がね、決勝ホームランを打たなければね、この際は今日のゲームはね、多分なかったと思うんですよね。はい、もう西武が押そうせでしたからね、あのゲーム第5戦は。あれの対ゼロから7回に追いつかれた時にはもう、あのディスコーディ選手のホームランですね、西武の首脳陣はこういうふうに分析してるんですよ。ホームランを打たれる前の打席、いい当たりのレフトライナーがありました。上がりのピッチャーがインコースのストレート、そしてホームランを打った打席、第1球がインコースのストレート空振り、そしてまたインコースへ放らしてるんですね。つまりインコースを3つ続けさせている、これは明らかにキャッチャーのミスだと。そこはアウトコースへ行って最後勝負球はインコースへ持っていくべきだと、こういう分析をしていました。今日はおそらく話ができるの、もう喜んじゃってたら眠れなかったですよ。松倉一郎アナウンサーです。さすがにキャッチャー出身の森監督、キャッチャーに厳しいコメントです。さあ、インサイドの球、これはファールになりました。小谷さん、今の松倉アナウンサーリポートどう聞かれましたか。もう僕も本当にその通りだと思うんですけども、あの時は伊藤にも代打が出てましたね。それがほとんどこうベテランの大宮が倒れてたメンバーなんですよね。内野手は全員整備用でしたね。2打席とも大宮が倒れてたので、このチームを倒すってことはハリーグの代表選手を倒してやろうと思ったら倒すことになるんで、これはね大変ですよね。行かれちゃったって感じでね。そうですよね。そうではなく、大宮は常にオールパシフィックっていうようなチームですからね。さあ、大声援です。例えばオールスターの時もこんな場面がありました。投げてるピッチャーが伊藤敦則選手かなんかで、ここに西武ライオンズの選手だったっていうことが。インサイド、池山選手の当たりがバーッと上がりました。セカンドがセンターか、ライトか、センターです、秋山。ここはあの非常にフライが見えにくいところと言われてましたけれども、はい、秋山選手がしっかり取りまして、気をつけました。だいぶ慣れてきましたね。不動の調子は上向きです。Professional baseball keeping you satisfied with Japan Series. 夜更かしはいくつになってもワクワクするわね。おいおい、明日仕事だぜ。会社休んじゃえば。今日は家で飲む贅沢、日課オールモルト、ハートの製氷皿プレゼント。まだまだ働きます、まだまだ遊びます。三大成人病にかかった時、生きるための保険金がまとめて受け取れます。新しい保険、日生アスリート。日生。いらっしゃいませ。うまいが一番、キリン一番搾り。嬉しい。日本シリーズ第6戦、さて試合は3回のホームを迎えます。西武ライオンズ第6回戦、
いつものように副音声では日本シリーズ応援バトルロイヤルと題しまして、尾花さんと松沼さんにお越しいただきまして、まあ、それぞれのチームの裏話などもこれから徐々に聞かせていただければと思います。裏話ですね、まあ、大塚選手は今バッターボックス、今日スタンドにですね、大塚選手というのは、はい、柴田投手が来ています。清原選手と、ね、ライオンズから今シーズン3勝マークしてるんですよね。そうですよね、はい、これはチームによく似てますねと、そういうふうに言ってました。はい、さあ大塚が打って出ましたが、セカンドゴロで、そしてね、はい、ね、この選手がチームを明るくしてるのは助かるんですよ。それが効果的なんです、はい、ただね、大事なことはインコースをうまく潜らせるボール、走りながら潜らせるという表現を使ってます、ね、これ専門的な、デッドボールを恐れず思い切って打つということなんですね。そうですか、このボールが必要だと、はい、そしてね、同じ球種を続けると必ず打たれます、はい、だから僕の場合、そのシュート1球投げたら、ね、同じコースへ投げるシュートはちょっとこう抜いたり、ね、それで清原選手とも変化をつけるようにしています、はい、こういうことを言ってました。はい、わかりました。非常に明るい大塚選手。さあ、そのあたり本当に大谷さんも微妙なこの変化をつけなきゃいけないんですね。そうですね、そしてバッターボックスには秋山選手というのは結構こう狙い球というかね、絞ってくるタイプが多いですよね。はい、そうですね、古田選手がこの前の副音声でも言ってましたけれども、さあ足元を必ず見るんですよね、はい、バッターの上を見てから足元、はい、バッターは、はい、そしてベンチを見て、大変ですね、第1打席はセカンドフライに倒れています。キャッチャーのポジションというのは一回も荒木が遊びでもやったことないですか？ありますよ。ありますか？やはり大谷さん、荒木の目処は6回あるいは100球前後ということになると思うんですよ。そうですね、今のペースでいくとやはり5回が限度ぐらいなんじゃないですかね。はい、ちょっと今日は投球がやっぱりカーブが多いですね。半分カーブなんですよ。また打ち上げてしまいました。秋山選手ですが、飯田選手が強いですね、うん、これかなり飛んだところがこう中間地点というか難しいところだったですね、うん、本当はね、なんかこうセカンドが取れるかなっていうあたりですからね、今日はセカンドパレディス選手が入っていますが、ご覧ください。まずこれ太陽が真っ正面にこれ入ってたと思うんですよ ね、はい、ですね、素晴らしいですね、特に神宮球場の名ゲームっていうのは、シーズン中ほとんどないですよね。はい、そうですね、で太陽の位置が、他の球場にはかなり野手に難しい位置にあるんですよね、はい、そうなんですか、今年になってよく見ると、守備はいいし、肩もいいしね、はい、さあ、その飯田はすごいバッターだな、そして守備するのもするなっていうのが感じましたね。この回はツーアウト、簡単に取りました、マウンド上の荒木、しかしバッターは清原です、それを殺しましたからね、平野がホームで殺すっていうことのパリーグでもなかったと思うんで、そんなに良くない、第2戦カーブがやっぱりカーブを引っ張ったと思っていたけれど、あまりいいボールがまだ来てない、あれ平野選手と飯田選手のなんとなくこう因縁の対決ですよね。1戦目ね、ライトからの返球、はい、あれも本当に平野としてはもうこれ以上ない 100% の、ね、投球でしたけどね、飯田選手がうまいベースタッチでかわしてベースが入りました。今1球目ですか、緩いカーブ投げましたね、83球ぐらい、そして2球目はこのアウトローのストレートの割合をもう少し増やしてもいいと思うんですよね。そうですか、2戦に比べるとややちょっとカーブが多すぎるということになりますね。そうですね、今のはバッテリーが同じ球を置きました。清原選手にしてみれば4戦5戦とヒットがありませんでしたから、この6戦神宮球場に戻ってきて、つぶやいていました、球場もあまり落ちないですからね。2試合ヒットなかっただけで不審不審と言われてしまうんだなということを言ってましたが、まだ、そうですか、短期決戦の怖さはそこにあるんですよね。インコースどんどん攻められたんですよ、選手ですからね、ですからそのイメージがまだ残ってるから、外のボールがね、うまくタイミングが合わないみたいですよね。今日は第1打席がインサイドのシュートを思いっきり詰まりましたからね。高めの変化球、さあこれはファールになりました。第2戦にお父様がこの球場にいらしているときに、少し高いですけども、ホームランを目指しましてヒーローインタビューでもお父様が来ているときに打ててよかった、いいプレゼントになりましたというようなことを話してましたが、変化球ね、まあカーブですけどもね、
もう本当荒木投手といえば、私は荒木投手と同い年なので、甲子園の時の荒木投手の人気っていうのはやっぱすごかったんですよね。荒木はね、でもあの入ってきた時にね、清原追い込まれていますが、中盤から5球目、高校生からこうね、入ってきた。セーフっていません。そういう選手じゃなかったですよ。そうです。自分というものをしっかり持ってましたからね。僕はまあ同じその入ってきた時にね、結構ピッチャーですから、こう一緒に行動したりしたじゃないですか。そういう時でも僕はそのまだプロでね、ちやほやされるだけのそういう力がありませんからっていうのはね、自分でしっかり言ってましたからね。あれだけ騒がれたら、本当にちょっと気を許したら、もう言葉あんまり良くないですけど、鼻高々になってしまってしょうがないですよね、高校生ぐらいで。そういうところが全くなかったですからね、こいつはものになるなっていうね、怖い存在だなと思いましたけどね。ライバル、まあ球団内のライバルというね、いつ追い抜かれるかなと思ってね、ヒヤヒヤしてましたけどね。さあ、清原選手引っ張りました。しかし、浜辺選手が取って、これでクリアと。3回、荒木選手は3人で攻撃を片付けております。ヤクルトスワローズ、次の攻撃は7番の橋上選手から始まります。飯田選手のナイスプレーをご覧いただきましょう。の第6戦は3回の裏のヤクルトスワローズの攻撃を迎えました。これまで1対0、西武ライオンズが2回の表に1点を先取しております。さて、バッターボックスには橋上選手が立ちました。ヤクルトスワローズ7番の橋上から。工藤投手のダッシュを見てまだ信じられないとおっしゃってましたけれども、はい、僕はゲストの八木沢さん、じっくり見てますからね。工藤はまだヒット許してないんですね。そうですね、1番ぐらい前ですよ、日本シリーズが始まる、まあ、少し徐々に徐々に見てますけども、調子が上がってるんじゃないでしょうか。工藤が本当に回復したのかってまだ疑問があるんですよね。タオさん、はい、工藤投手は本当に足の状態がどうなのかっていうのを早く分かろうとしたら、こっちヤクルトスワローズ側の攻撃としたら何が一番効果的なんですか。まずね、さっき小原さんが言ったんですけど、3分間に選手をやらせて工藤に対する、そして踏ん張れるかっていうのでね、大体分かると思うんですよね。それはストレートでマイクを取ってきました。一塁側にランとするとね、結構まっすぐ走りながら、自分が取ればそのままファーストレスで決めるんですけども、サード側だとね、左ピッチャーですから、一回こう回転するような形で取ってね、で左足で踏ん張らなきゃいけないと。さあ、橋上選手の当たりは、これはホームランになりました。そのままこう続いてるなっていう感じですけどもね。さあ、橋上選手にホームランが生まれました。3回の裏、1対1の同点。ご覧のようなヤクルトナインの手洗い出場を受けています。橋上選手きました、ヤクルトスワローズ。こういうなんていうか不平みたいな選手が出てくるとヤクルト強いんですよね。そうなんですよ、優勝ね、これはその優勝の時の橋上土橋、こういう本当にこうきちっと倒せましたね。しましたからね。これ今工藤の方はちょっと舐めてたような気もしますけども、こんないいバッティングするのって今驚いちゃったんですけど、工藤もやっぱ驚いたんですね。まっすぐ投げたら止まるんじゃないかって、今頭打ちましたね。ヤクルトの応援団がもう思いっきりあの傘を広げまして、東京音頭を歌い終えたところです。14年ぶりの夢を、本人が一番びっくりしてるんじゃないかと思うんですけどね。でもタイミングも本当にジャストっていう感じで、あっという間に吸い込まれていっちゃいましたね。そうなんですよ、切れないかなと思ってね。工藤が初めて許した日は、切れないかどうかだけだった心配はね。ポールね、レフト側のポールのギリギリというところでしたが、見事なホームラン。まあ、でも工藤投手は比較的シーズン中のホームランを、ちょっと今の 1,2 球まだ引いてますか。工藤がそうですね、ピッチャーというのは打たれたものを引っ張って次のバッターに投げると、どうしても結果が出ますので、やはりここは頭切り替えてですね、ラインナップに打たれるんだったらね、まだ切り替えできるんだけども、これはいいナイスカーブです。頑張ったですからね。インサイドに食い込むカーブです。汗を拭います。工藤、この回初めてヤクルト打線にヒットを許しました。しかしそのヒットがホームランです。1対1の同点。ヤクルトとしては早い回にね、同点に追いついたですからね。そうですね、やはりです。ちょっと大振り、さあバッターボックスのパリデス選手、ああご覧のように塩崎投手が今やってきましたね。それは塩崎ですね。
こういうバッティングしなかったんでしょうかって不思議に思っちゃうんですけどね。タオさん、今のバッティングどうでしょう。はい、あ、もう、基本に忠実にセンター方向ですね、はい、追い込まれたら。ほとんどシーズン中は守備固めで出てくるっていう以外はあんまり姿はね、ちょっと一度ストレートがいまいちというとね、それっぽいカーブ、伊藤がインサイドで構えた時のカーブがね、もうほんとことごとくといっていいぐらい抜けるんですよね。ですからやっぱりキャッチャーとしては非常にこう詰まるんじゃないかなとかっていうね、そういうのがあってこの上手って言ったと思うんだよね。さあ、しかしなんかあまりプレッシャーもなくそうですね、投げてますね。僕もね、その分が投球練習を続けております。第5戦の活躍はね、僕もびっくりしましたよ。ここはもうクルクリン、この辺りの飯田選手、荒木選手へのボールっていうのはかなり厳しいところに行くでしょうね。ここでバントされたらそうですね、嫌ですもんね。やっぱりね、ここはバントさせない投球に入ると思いますね。今も左に心配されての登板ですから、どうせ乗り込んでもですね、アウトコースのボールがね、遅れて出ますから、ファウルになりやすいんですよね。試合開始当初からのキャッチャーぐらい続けてのベンチだと思いますかね。そうですね、荒木選手はバントの構えですが、でも西武はね、こういうバントのケースで本当にさせないっていうようなね、まあ、とにかく6回以降はもう、うん、そういう配球とか厳しいボールでね、そこまでをどうやってこうしのいでいくかですよね。ヤクルトの方がね、いつもこうセリーグではね、ピッチャーがバントっていうケースで、多いのにもかかわらず厳しさがね、なくて、いや、こういうところはやっぱりヤクルトも狙わなきゃいけないんですよね。ヤクルトのチャンスに拾いたいところ、本当にそういうところ、ノーアウトのランナーを何としても荒木が拾いたいところ、基本が4番バッターでも秋山選手でもきちんとバントで、ああいうところはセンタルリーグのどの球団にもない、人のしっかりしたっていう、この第6戦も緊迫の序盤となっています。成功じゃないですかね。そうですね、失敗があったかな、印象にはないですね。ヤクルトの方がね、何度か失敗してるんですかね。はい、さあ、しかし荒木選手送りました。ここはかなり厳しくマークはされましたけれども、無難に送りました。これでワンアウトランナー二塁。よくこの三塁がね出てくる中、広がりました。はい、よくバントセカンド成功させましたよね。伊藤がポーンと工藤の背中を叩きました。ワンアウトランナーセカンドで、バッターは1番に帰って飯田。工藤投手今バント処理しましたけれども、見た感じはそんなに1回目のバッターボックスがライトへのファウルフライに倒れています。飯田一塁で行くとどうしようっていう感じで、守備の方でもナイスプレーを見せました。さあ、1番に戻ってきました飯田選手。神宮球場は KO、KO、ライオンズという掛け声がかかりまして、本当に今日は応援すごいですね。マウンドにいるとね、全部の声が集中して入ってくる。真ん中にすり鉢状になってますからね。はい、さあ、飯田選手の当たりはかなりいいところに抜けそうです。ちょっとこう工藤の球に差し込まれましたんで、そういうところから振り遅れないようにっていう感じで、ナイスバッティングですね。本当にこの飯田っていうバッターは引っ張っても流してもね、素晴らしいんで、ピッチャーからすると投げる球に苦労するなという気がしますね。はい、2対1となりました。なおも大きいですね。ワンアウトですからね、2塁に止まるのと3塁まで行くのでは大きな違いですからね。野村監督は普通のね、ツーベースですよ。やっぱりこの西武の守備、これからすると絶対セカンド止めるんですよ、普通は。それをね、楽々と掴んでいきましたね。7割ぐらいですね。もうヤクルトファンの傘がですね、ずらーっとライトスタンドは元から、元より一塁からそれから三塁側に至るまで、レフト側のスタンドに至るまで傘がなびいています。ね、森監督も出てきました。監督はね、キャッチャーだったこの飯田を ねセカンドで1年使ってね、外野手で使ってということでね、やっぱり飯田としてはこの監督のコンパートにね、本当に感謝しないといけないですよね。息を吐きながら森監督、さあ、
ヤクルトスワローズの方は代打、新井選手の代打に隅選手を指名しましたが、西武ライオンズはもう森監督が出てきてますし、ブルペンでは田辺久野投手が投げてますから、今日のベンチ入り投手です。交代というところですか、それとも。そうですね、交代は十分考えられますね。どうやらピッチャー交代ですね、のようですね。渡辺久野ということになります。こういう場合というのは2回とどうだ、もう一回バック起動でありますが、この回足並みに同点ホームラン、もうこれそして今以前タイムリースリーベースヒットを打たれまして、ご覧のように、まあ、西武ライオンズ2番手ピッチャー渡辺久信がマウンドに乗ります。ああいう時はまあ内野手には内野手これからどうするかっていうことと、バッターが代打でね、隅が出てきましたからね、どういうあのバッターだっていうところから、スリーキの中間へのタイムリースリーベースヒット、あの交代させるときは、ね、監督ってあんまり言わないですよね。この飯田のそして比較こもる、まあ、今日の工藤の体のことを考えればね、足の状態どうなんだっていうぐらいで、完全にこれでヤクルトスワローズがイケイケというムードになってまいりまして、それを止めようということで森監督が2回、1回、2回と3人で攻撃を片付けました工藤投手ですが、3回の裏、松橋上選手に1号ホームラン、そしてパリス選手にタイムリーヒットを打たれました。少し良くなっては来ていたんですけどね、その矢先にまあホームラン打たれて、ちょっとやっぱり2点が入って、ピッチャー渡辺久信投手2番手に出てまいりました。その辺のところをキャッチャーに聞いてですね、まあ森さんもそういう判断したと思うんで、まあ足の故障もあるし、多少つけることになりますと、この辺がいい交代の時期じゃないかなと思いますけどね。今工藤投手44球という公式記録員からの発表がありました。そして2番手ピッチャーとして、まあ、石毛選手と森監督が何事かをこうじっくり話し合ってますね。はい、どうぞ。側です。まあこの回橋上のホームランからね、イケイケになったそうなんですが、はい、この橋上のホームランのコメントです。こうなったらもう石毛選手が監督みたいなもんですね。この日本シリーズラッキーボーイとして ね、 自分が自分本人が信じて臨んでいるそうです。それで工藤についてね、球が速いと池山から聞いたので、バットを短くポイントを前で打つことを考えたと、で自分自身で非常に興奮していると、そういうふうに喜びを語っています。ホームランを打ちました、橋上選手が。その橋上のホームランなんですがね、9連敗で苦しんでましたよね、スワローズ。脱出したのがその巨人戦、橋上のですね、決勝のホームランということで、スワローズの一塁が池池がですね、さらに加速が加わっている、こんな感じです。そうですか。その橋上のホームラン弾は陣内アナウンサーが伝えてくれました。その橋上のこの回の先頭打者、橋上の同点ホームラン、そしてその後パリデスのセンター前ヒット、荒木が送ってワンアウトランナーセカンドから飯田のタイムリースリーベースヒットが出まして、2-1、ヤクルト逆転、ワンアウトランナーは三塁というところで、森監督が先発ピッチャー工藤を変えました。ご覧の渡辺久信2番手、渡辺久信投手はあの本当に負けず嫌いっていうのを絵に描いたような、イケイケの幕を開けました、はい、この橋上の、ね、先ほどのホームランをここでちょっと VTR でもう一度振り返ってみたいと思います。怖いぐらいですよ。悔しいというのはもろに出していますね。本人はインサイドのストレートというコメントでしたが、これは橋上選手のホームランです。なんと短めに乗って3回の表、先頭バッターの橋上選手に工藤投手が打たれました。思いっきりのいい綺麗なスイングですね。こうして見ると見事な当たりでした。レフトスタンドへ吸い込まれました。もう本当にそして2対1に残るでしょうね、こういうホームランで、ね、そうですね、いいところで打ててね。バッターのベテランの隅藤よ、さあ2番手の渡辺久信投手、こちら2番の新井選手の代打、この代打の隅藤よも大谷さん14年前の V 選手の一人ですね。そうなんですね、あの1戦目にね、大事なところでバントを十分してますからね、はい、やっぱり名誉を挽回したいところでしょうね。もうヤクルトは一気にここで強さムードに乗りたいところ。八木沢さん1球2球ですが、ちょっと渡辺ちょっと力んでますね。強気のピッチングが今日も見られそうですね。今日はランナー3塁入れますよ。どうしても点が入れすぎてまたコントロールに出すと困るんですけども、私はこの観衆の前ですね、バッターからすればね、どうしても最後はコントロールが強いじゃないほど良くないピッチャーで、思い切って投げられて、マジで球が速いとなると怖いでしょうね。ちょっとプレートを外しました。バッターボックスでね、ちょっと球速いですよね。ご覧のような、バッターはやっぱりね、こう当てられるんじゃないかなと思うと、本当にね、腰引いてしまいますからね。さあ、ワンアウト、ランナー3塁、飯田選手がいます。インサイドストレート。ファールになりました。やっぱりベテラン、今のライナー板まで
しいですね。この渡辺はね、とにかくそのバッターに対する意気込みという点ではね、本当に素晴らしいものを持ってますよね。いいですね、こういう球投げられたら。高田さん投げてらっしゃったから、そうですね、タイプが違いますからね。かなりもういつもなんかやりますって言って出ていってますからね。長い、速いボールを投げるっていうのはもう練習じゃないんですよね、これ生まれつきなんですか。やっぱりある程度ね、練習でも速くはなりますけれども、140キロ以上投げる上になると、生まれ持ったね、今シリーズ第1戦と第5戦の先発投手を決めましたが、いずれも満足の球速いというピッチングではありませんでした。練習じゃなかったんですよ。第1戦は7イニングを3失点、やっぱり生まれ持ったもんなんですよ。4回で3分の1を86球、5失点でした。その渡辺さんもこいつがやっぱりものを言いますよね。例えば与田投手に前お話を伺った時なんかも、インサイド、そんなに僕速い球投げられなかったんですけど、ある日なんか突然球が速くなってたんですっていうようなことを。バッターの隅も気持ちで負けてませんね。そうですね、やっぱりそのまあいいボールっていうね、ちゃんと冷静な感じで入ってると思うんですよね。素質がある上にね、西武のベンチがここで一番困るのはこの隅にフォアボール出したことなんですよね。はあ、はあ、はあ、渡辺が、はい、先ほど147キロのストレートが出ました。ここはどうでしょうか。カウント2-3です。ワンアウト3塁、詰まった当たりは渡辺選手の打球は暗くなったショートが取りました。三塁ランナーそのままもちろん動けません。これでツーアウト三塁となります。今日はもう野村監督は早めに入れたいじゃないですか。早めに動いて最後はね、インコースに行っちゃったんですよ。そうなんですか。あの外にスライダーを要求したと思うんですけど、交代させるっていう意味もあったのかな。コースに行ってもこれは幸いだったですよね。そうですか。これはもう渡辺の気持ちが上回ったですね。なるほど。さあ渡辺、大事な場面でまずさあ、そしてバッターボックスには古田選手を迎えます。ツーアウトランナーは三塁でバッターは古田。古田選手は第4戦の時に会ってたんですけど、一生懸命やってんだけどねってがっくりした顔で試合前話してたんですが、引っ張りました三塁線、1球目から打っていきましたが、これはファール。三塁線わずかに左に切れました。ファールボール、惜しい当たりが続きますね。惜しいですね。今のもう本当にあとちょっとっていう、入ってませんこれ。あれしか入ってるように、はい、ルーターは待ってましたという感じが入ってきましたね。角度から見てもね、多分入ってません。わずかに左に切れました。ギリギリですよね。もうルーターはこの渡辺下の4回に、ね、ほぼ全部完成ですね。そうですね、認めなきゃダメですよ。三塁塁審がセリーグの小林さんです。自信持って認めてよろしいんでしょうね。一戦目のホームランも渡辺下の投手なんで怒らないですか。昨日ですね。おとといね、はい、もこのカーブヒット打ってんですよね。この渡辺に対してはすごく気持ちが乗っていけると思いますよ。まあ、今日試合前には多少笑顔も覗いていた古田選手。第1戦にこの渡辺久信からホームランを放っています。はい、渡辺久信を攻略するにはね、今見送ったあの高めのボールですよね、はい、あれを振ってるとヤクルト選手はいけないんですけど、まあ、古田もよく今見ましたね。こういう風に見送ってるとチャンスは僕が終わると思うんですけどね。3回の裏ヤクルトスワローズ、さあ2アウトランナー3塁、高めの球、しかし打ち上げてしまいました。秋山が秋山選手のバックしましたが落下点、動かずというところ3アウトです。ランナー3塁に残塁です。この回そして飯田選手のタイムリーなどで2点を取りました。飯田のタイムリースリーベースヒット、2対1と逆転に成功です。投手2番手ピッチャーで上がりましたが、しっかりとプロフェッショナルベースボール keeping you satisfied with Japan Series。かゆいところに手が届く一番進んだ地球の耳かきです。ランディーキーズ、ランディーキーズ、ランディーキーズ。日立のミニショベル、小さな天才ランディーキッド。日立研究。
エネルギー。キリンラガービール。あなたのテレビが21型だったらこのサイズ、29型でもこれぐらい、ところが40型ならほらでっかい迫力、ビッグなのにコンパクト、パイオニア大画面テレビニューフォルムで誕生。40型を超えたらパイオニアだな。パイオニア。さて、回は4回の表西武ライオンズの攻撃。今映っているのは3回の裏のヤクルトスワローズ先頭バッターでホームランを打ちました。橋上選手です。ホームランをもう一度。工藤投手から打ったこの一発は大きかったですね。これで1対1の同点としました。あ、ジャンプ。まあ、あのホームラン打ったり打ったりして帰ってくると、この守備に着くときにね、お客様から名前を、ね、コールしてもらえるんですよね。さあそしてその後ユータのタイムリーシーベースヒットを放った場合はね、お客様はすぐそこですからね。逆転しまして今度は1点を追います。4回の表の西武ライオンズの攻撃は、そして素晴らしいスリーベースヒットを放ちました飯田選手、そしてパレデス選手に声援が送られまして、3人とも声援に応えて手を挙げたりしておりました。さあしかしバッターボックスはデストラーデ選手。荒木はこのデストラーデに、ね、全力投球まずすることですね。これは外れました。点を取った後に先頭バッターを出すとまた嫌なムードになりますからね。レフトに荒井に変わりまして土橋が入っております。今日は第一打席のフォアボール。先ほど荒井選手に代打の隅選手が出ました。そしてこの回からは土橋選手がレフトの守備に追います。何としても明日に夢をつなげたいヤクルトスワローズ。いやいや王者の意地を今日見せてやると西武ライオンズ。ここまで2対1ヤクルトスワローズ。そうでしたね、言わなかったんですけども迎えています。日本シリーズ緊張の第6戦ということは5点ぐらい、そんなとこじゃないかなと思うんですけどね。そうなると今日はまだまだまだ4回の表ですか。岡林さんバッテリーが十分に一発を警戒してますね。そうですね。やはりしかしデストラーではもうカーブで中心にカーブを中心に攻めていくということになるんでしょうか。あの1打席目とこの打席はもうだいぶ変えてきてますね。変えてきてますね、はい、それはちょっとカーブが甘く入ってまいりました。センター前ヒット、ノーアウトのランナーが出ました。飯田選手の前にヒットになります。さあ西武ライオンズノーアウトのランナーが出ました。大和田さんがここはきっちり打ち取ってきて、そうなんです、おっしゃった後だったんですが、でもフォアボール出すよりはいいんじゃないですか。チームの、はい、バッテリーとしてはもう少し低めにカーブということだったと思うんですけどね。そうですけどね、この回はあの初球 のデストラーデの見逃しがね、まっすぐもう全然打ち気なしの見逃しでしたんで、はい、やっぱカーブが掘りづらかったですよね。あ、そうですか、ですからまあこういうワンスリーになってやっとカーブを投げたんですけど、待ってましたね、はい、さあノーアウトのランナーです。西武ライオンズの重選手、今日は第1打席では1回2回に続いて3度目ヒットを放っております。ノーアウトランナーは1塁でバッターは石毛。デストラーデ選手1塁に置いて石毛選手ですが、ここも八木沢さんヒッティングで出てきましたね。そうですね、まあ、あのシーズン石毛選手っていうのはオフになると陶芸をやったりとか、いろんなことを試されましたね。全組んでみたりとかね、バスケットボールを強く出てきますね。そうですね、ありましたね。まあ、こう言っては森監督に失礼かもしれませんが、今日の森監督はシーズン中に比べてやけに強気というイメージするんですが、林田さんどうですか。そうですね、そうでしたね、本当にあの硬くやるんですけども、何回も言うようになんかこう哲学っぽいものを感じますよね。攻めてきてますね、はい、難しい辞書を引っ張らなきゃいけない言葉をね。あとはいいコースに決まりました。手ぶなスイング、あの選手によっては帽子のつばの裏側によくこう例えば何でしょうね、平常心とかそれから根性とか2回もデストラーデフォアボールそういうことをね書いてらっしゃる方多いんですけれども、シュートをつけられて、浜田さんは何か書いてらっしゃいました。問題がしたがってここからですね。
はい、松村さんは何か書いてる気がしますね。忘れてしまった、ね、高校時代はね、よく書いてましたよね、グローブとかね、帽子とか、はい、あれ高校野球の選手のね、グローブ見たりすると、はい、本当に書いてありますよね。最近はなんか、高校生の彼女の名前を書いてありました。この後、第1打席では石毛はライト前ヒットはなってるんですが、ここはどうでしょうか。でもそれもまた頑張ろうっていう気持ちになりますよね。なりますよね。全く、そのノーアウトランナー1塁でも森監督は石毛にバントのサインは出せませんでした。ね、でもそういうのはお子さんの、ね、名前を、ね、こう書いたりとか、そうですね、選手によってはありましたね。写真入れたりしてる選手はさすがにいないんですか。どこにですか。あ、いや、なんかユニフォームの中とか。あ、中にはいるんじゃないですか。あのね、結構多いのはあのペンダントのね、ところにペンダント、ペンダントって何ですか。あ、あります、あります。あれのところに、ありました。結婚指輪、婚約指輪、愛、はい、のこうぶら下げてるっていうんですか。そういう人はね、一連のチェーンのところにこ、今度は西武ライオンズの応援団が燃えます。よくお守りが入れてますけどね。どこに、お尻のポケットですか。バッターの石毛、この日本シリーズの第3戦、熱くなれ冷静にという言葉は、この石毛が試合前にラインにつけた名言であります。ボールの交換の時にグローブ外しますよね、はい、その時に何気なく触って安心させるっていうんですか。あ、自分でこう落ち着く手段としてお守りを持ってらっしゃる。5球目打った。石毛選手はかなりいいところに上がっております。伸びた、伸びた、これはホームランになりました。ホームラン、今の当たりは一瞬抜けるかなっていう当たりでしたが、フェンスが低い神宮球場、これが見事ホームランとなっております。それで再び世代の方が1点に入りました。3対2、さすがチームリーダー、行きたいところで右中間スタンドへ石毛が打つと一球出ちゃいますよ。ツーランホームラン3対2、西武ライオンズリード。でも打った石毛選手は割とこう、石毛選手自身もびっくり、純粋に喜んでましたね。父さん伸びましたね。でもそういえば第5戦の時に西武ライオンズ球場でこれがもうホームランになったと思った、はい、すごい当たりがありましたよね。これは今のほぼ逆風ですから、フェンス2メーターぐらい手前でね、ホームランになったと思ったんですが、今回は正真正銘のホームラン。ちょっと戸惑った表情を見せてましたけど、さあこれで3対2、再び西武ライオンズが1点リードしました。なおもノーアウト。大変なゲームになってきました、日本シリーズ第6戦。これは点取ってもらった後にすぐに追いつかれて、しかも追いつかれただけではなくて、大谷さん、またリードを、はい、今のは石毛に対してですね、ヤクルトから打たれたんですが、ね、バッテリーミスがあったんでしょうか。まあ、荒木のスピードだと思います。そうですからね、始まってますよね。シュートインコース厳しい球と思ったはずなんですけどね、これが真ん中寄りに来てしまったんですよね。石毛の方は前の打席と一緒のようにやっぱりライト方向狙いだったんですから、さっきはその反発で横込んでちゃったですよね。これを受けました、ハビエルの当たりです。1位の広沢へ、これでワンアウト、ワンアウト。しかし、八木沢さん、石毛というのは本当に頼りになるチームリーダーですね。そうですね、ちょっとシリーズでも差を来てますし、厳しい攻めが忘れたかなという感じですけどね。こういうゲームに慣れてますんでね。まあ先ほども、言葉の中に燃えろとか、そういういろんな燃焼とかいろんな安全燃焼とかいう言葉を彼は出すんですけど、そういうものに対して自分がもう気持ちがついてるんですね。ですから非常に盛り上がるのできるあの選手だと思うんです。確実性がありますよね。その石毛が自ら本当に守備でもホームランを放しまして、石毛選手はこれで今度は西武ライオンズがしっかりしてユームードになってまいりました。そうはしませんけども、取ったボールは絶対にいいボール投げますね。そしてあの表情がまたなんかこういいですよね。あのね、鼻の穴を膨らましてね独特のね、伊藤重里さんに似てますよね、ちょっとさあ今度は、さあそして伊藤選手、これから今度は大谷さん、荒木が今度は気分を入れ替えなきゃいけないんですね。入れ替えるっていうのも、とにかく追加点をやらないってことですよね。はい、ピッチャーよりもピッチャーも感じてますよね。ピッチャーも感じますよ。
そうだ、キャッチャーさん、今日の荒木ですよね。荒木の調子はどうご覧になりますか。そうですね、先ほどコメントもしてましたけども、キャッチャーの方にしたんですけど、80% ぐらいはキャッチャーの責任があると自分では思ってるという回答が出たんです。変化球も来ませんのでね。さあ、これも同じようなところだと思います。このまっすぐがどうかでしょうね。ですから、いまいちじゃないでしょうか。大変な職業だなと思いました。感じでしてますんでね。大変ですよね。でも、まあ、確かにストレートの威力は131.18 というところになると思うんですよね。だから荒木の場合はやっぱりバッターの打つところをどのぐらい攻められるかなんですよね。はい、プロテクターとかね、レバーに行くためを生かすということなんですけども、汗だくですよね。今日はやっぱりちょっと技に走りすぎてるっていうね。負けたら終わりっていうのはよくわかるんですけどもね。この頃はやっぱりね、軽くていいものが出てきましたけども、はい、昔はね、本当鉄の面をかぶってっていう感じですね。古田選手は赤いプロテクターをつけています。バッターはピッチャーの渡辺久信です。こういうのって一番のピッチャーがストライクゾーンに投げやすいような色の配色とかね、そういうのがあったみたいですね。ヤクルトスワローズが逆転しました。おっと、今のはいい当たりだったんですが、ハーベル選手がジャンプしてくれました。これでスリーアウト。しかしこの回、石毛選手値千金のツーランホームランが飛び出しまして、3対2、再びヤクルトスワローズ1点リードしております。逆転に成功しております。これは今の渡辺久信のライナーです。いや、ジャンプして悔しがってますよ。このチームリーダー、石毛のいいところにね、逆転ツーランホームランで3対2と西武ライオンズリードです。ここまでの放送はキリン、美味しさの世界を創造する日華ウイスキー、日産自動車、日立建機、バイオニア、日清、三共株式会社の提供でお送りしました。ここからの放送は人と自然と響き合うサントリー、トヨタ自動車、任天堂、木桜酒造、資生堂、 SS 製薬、富士フィルム、DHL ジャパンの提供でお送りします。